はい、皆さんこんにちは。はじめましての人をはじめまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンのクリアできるかどうか怪しいダークソウルということで、本日も一緒に楽しく冒険していきましょう。あとチャンネル登録、グッド評価等もよろしくお願いいたします。はい、ではですね、あれからですね、闇村を攻略してからですね、非常に私ですね、レベルを頑張って上げてきまして、それを見ていただきたいんですが、まず、ステータスですね、レベル71にまで上がりました。前回からおそらくね、5ぐらいレベル上がってまして、全部体力に振ってるので、まあ、HP がね、スノーステータスで1000を超えるといったようなことになっております。そして、ですね、武器防具ということなんですが、私は、上級騎士装備ですね。これをですね、全部ね、前回からね、1レベル上げております。はい、上級騎士の兜、鎧、鎧がね、斬撃に対するこの守備力の高さ半端ないですね。そして、手甲、そして足ですね。まあ、ヌスット黒革系って結構あれだったんですね。上級騎士よりも上げてたんですね、ヌスット黒革系ね。まあ、それと同じレベルにしました。そしてちょっと待ってくださいね、盾ですね。盾も私、大足の盾というのを手に入れまして、前回ね、これをね6まで上げております。これね、雷に対する耐性が高いので、まあ、飛竜の谷ですね、竜狩りにね、役に立つんじゃないかと思いまして、まあ、今回はですね、そのね竜のねとこにも挑戦はね一回してみようかと思っております。そして僧侶を稼ぐときにですね、利用させていただいてたのが、黒き森の庭というところにいたですね、まあ、石の巨人がいるんですが、そいつがですね、戦ったらね、このね、石の大盾というのを落としてくれました。そして、これがですね、物理防御は、まあ、あれですが、受け能力がね、非常に高いね、ね、すごいアイテムを落としてくれたんですが、必要筋力がね、実は38というね、とんでもない盾でですね、まあ、これはちょっと使えないかなというところですね。で、黒い森の庭の守護者、石の騎士の苔むした丸い盾。石の騎士は古い魔法の怪物産物であり、この盾はまた魔法の力を帯びているが、凄まじい重さがある。はい、これはまあ使えないということで、でこのね、大盾がですね、大足の図案が描かれた木の大型盾。大盾の中では最も軽く扱いやすい。大盾は受け能力が高く、攻撃を弾き、パリーはできるシールドバッシュとなる。ということで、これね、パリーができなかったんですよ。これがちょっと残念だなと思いましたが、まあ、今回はですね、これらの装備を持って、まず闇村のね、回収できてなかったアイテムがね、あったので、それをね、一旦回収しに行こうと思います。はい。まあ、レベル、ね、5か6ぐらい上げたので、だいたいね、20万ソウルぐらい使ったかなと。はい。まあまあ、行きましょう。はい、大足の盾。よいしょ。ほんと、ツバになってたね、武器が。クレーマ。攻撃力はね、多分変わってないと思いますので、このまま行っちゃいましょう。で、ソウルもね、1万2000余ってるんで、ここで死ぬのちょっとね、もったいないですけどね、1万2000ソウルね。ただね、その黒き森の庭でしたっけ？あそこで戦ってるとね、一周するとね、多分4000ソウルぐらい稼げるんですよ。で、この装備だとね、結構安定して、倒せるので、結構ね、打撃受けてもね、あんま、体力も高くなるとやられなくなってきましたので、結構ソウル稼ぎは楽にできるんじゃないかなと、これから。で、アイテムはね、ここでね、マラソンしまくって、一応40個ぐらいくさびしとかね、大かけら持ってるので、まあ、これから、まあ、それが必要な、まあ、武器、防具が出てきたとしても、多少はね、耐えられるかなと、在庫的に。で、ここにいたね、売り子さんがね、消えちゃってるんですよね。どこ行っちゃったんでしょう、私。全然わからないです。はい。では、もう二度と行きたくなかったんですが。また来ちゃいました、闇村。ちょっと闇村はね、まだ怖いんですよ。トラウマがね、多すぎて。ちょっと両手持ちきついかな、闇村ね。慎重に行きましょう、慎重に。ここはね、やっぱプレイステーション側でね、多分ラグが起きてるので。あ、いいね。いいね。まずい。この野郎。待てよ待てよ待てよ。いきなりやるわけにいかない。
いや、きついね。で、エストがね、体力が高くなりすぎて、エストビンがね、回復しきれないっていうね、そういう現象に起きてし、が起きてしまってますね。なんせね、なんせ、こう、ヒモリメの魂ってやつがね、エストの強化に必要なんですが、ヒモリメさんがね、お亡くなりになってしまったせいで、私は鍛えることができなくなってしまったんですよね。だから、これだけ体力を鍛えてるんですよ。うん。バカ。バカ野郎。よし。いや、きついね。で、ここね、毒になりやすいので、本来は毒耐性の高い装備を身につけていくのがベストなんですけどね。それが、黒皮の装備なんですよ。一応、まあ、それね、補うために毒の、毒髪の指輪って指輪もつけてるんですけど、よいしょ。やっぱ闇村きついな。これだけ強くしてもこんだけ苦労するか。いや、いやらしいとこだな、闇村。で、こっちから来るんですよ、こいつ。で、これを出待ちして、私もパリーができないので、この飛び込んでくるのをかわして、これね。で、シールドバッシュっていうのはね、こういうアタックなんですけどね。うん、大してダメージも当たらないし、まあ、これは使わないでおこうかなと。うん。よいしょ。こいつは距離さえ取れば。うーん。一応ね、地下のかがり火を見つけてるので、なんとか頑張ってそこのかがり火まで行けば、うん、なんとかなりそうですけど。とね、この先ですね。この先行って、ここ降りて、よいしょ。こっから先ですよね、アイテム回収ね。できてなかったなって思われる。アイテム見つけたのね。ここら辺なんかありましたよね、アイテムね。どこだったかな?ここ降りて、ここのね、ここの裏側かなんかで見つけたんですよね。あ、これ、なんかこれ、あれ。あれどうやって飛んでしょうね。だから多分一旦降りて、ここね、ほんとエフェクトが多くて、ほんとプレイステーションの限界超えちゃってるっていうね。で、はい、ではですね、向こう側に渡る方法をね、探してたんですが、この壁ね、切られてるところをね、ちょっと覗いてみたらですね、反対側ちょっと見えまして、うん。で、この反対側にね、道が続いてたので、こいつ先に倒せないかな。おお、ラッキー。おそらく、エレベーターがあったとこあったじゃないですか、あっち側からね、回ってくる道だと思うんですよ。そして、うん。その先に宝があるって感じですかね。なので一応ね、闇村のその目標としては、この沼地をね、沼地を全部こう回りきるっていうのが一つ目標で、もうね、ボスだけをね、前回目指して戦ってたんですが、まだね、全然沼地自体はね、回ってないんですよね。なので、まあ、毒耐性のここは鎧に切り替えた方がいいかな、黒川さんにね。エスト飲む。やっぱきついなぁ。ここだ。いやぁ。来ました、かがり火。ここでまず一旦安心して探索しましょう。ここの真反対の方をね、全くね、見てなかったですよね。そして、エレベーター側に行くと、毒にはなりたくない。あー、なったか。ここは両手持ちで叩き潰す。あー。そして、毒の苔玉を使い、結構ね、黒き森の庭でね、苔玉いっぱいね、集めてきたと思ったんですけど、30個ぐらいなんですね、あれで。意外にね、溜まってないっていうね。で、あそこをエレベーター、登っていくと反対側に多分行ける。やはりエレベーターまず使うか。まずはそこからですね。ただ、ハムシには対抗できないので、そうなんです。これがね、ハルバの嫌なとこなんですね。ハムシに全く対抗できない。なぜなら、上判定がないから。まあ、直線しかな、ね、まっすぐしか行かなくていいステージだったらめちゃくちゃ強いんですけど、よいしょ。そうじゃない場合はね、あ、これなんだ、反対側行けるか。あ、そうじゃない場合はきついですね。反対あるか。反対は?反対ないか、もしかして。よいしょ。こっちの反対ですよ。反対のルート。来たぞ。お前だよ。お前を、これで、まず落とす。そう、この反対のルート。あ、
反対の色というか上からいけるか、上からいけそうですね。よし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 、まず1個の宝は回収できそうですね。いや、何があるかわからないのでね、まあ、強力な武器防具だったらね、これ逃すとね、後々の攻略、あ、この裏だ、この裏だ。よし、分かったぞ。この裏だったか。ここから行けんじゃないか、行けんじゃないか。さっきのソウルがあったとこに、宝があったとこに、行けんじゃないか。うん、この木の上渡んの？怖っ。何これ、めっちゃ怖いですけど。落ちたりしないよね。よし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 、あ、来たんじゃないか、来たんじゃないか、来たんじゃないか。ここを登る。あ、来た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 、あれだ、あの裏側のやつ。落ちたりしないよね、落ちたりしないよね。頼むぞ頼むぞ、ここまで来て。よし、おお、何これ、紅のローブ。うわー、バカ野郎バカ野郎、丸だよ丸。よいしょ、これこの表記早く消えてほしいな。なんだこれ、なんかいっぱい手に入ったぞ。なんかいっぱい手に入りましたね。そしてちょっとエスタ飲もう。紅よいしょ、これはミミックか。うん、チーユ、おお、魔法手に入れました。アイテム、紅に染まる。やべやべ、これ著作権に引っかかっちゃう。何これ、出血耐性の防具とかじゃないの。封印者の仮面、小論堂を水底に沈め、闇に落ちた4人の皇后とダークレイスを封印した封印の魔術師たちの仮面。魔術師も発音しづらい。封印者として永遠に生きる覚悟と、犠牲になった者たちへの食材を示すものだが、3人いた封印者の2人は永遠の任につき、すでに小論堂を捨てている。紅のローブ、元来癒し手と呼ばれ、鮮やかな紅の衣装はその象徴であった。これ何、魔術地層。おい、ちょっとゆっくりさせてよ。ゆっくり読ましてもくれないのかよ。武器も手に入れましたよね。なんか尺状みたいなやつ、あ、これか、封印の尺状でいいんだよね。え、結構強いぞこれ。え、何これ、 A 判定がついて、これ履力判定か。あ、これ何、結構強いぞ。物理がもともと145もある。封印の尺状、超論度を推定する。またこれか。他の強いと異なり、金属製で攻撃力もあり、軽うちで武器としても使用に耐える。あー、これ武器と魔法両方使えるっていうパターン。へー、いいね。物理145か。でも鍛えても多分伸びないんでしょうね、これね。わかんないけど。ちょっと装備してみる？でも変なモーションで落下死だけはしたくない。こんなところで。じゃあ、ここが、じゃあ私が行きたかったところの一つですね。で、ここ階段が、8個があったので、こういったと登ってみましょうか。またアイテムがあったりしない。どこに通じる、ここ。どこどこ、こいつを壊してみるか。ほら、よいしょ。いや、闇村深いな。深いぞ、闇村。何があるんだっていうぐらいね。まさか、いつも言ってたところの反対側があるとは。早めに潰す。え、この先は何かあるか。怖い、壺を壊す。いや、これは怖いね。あれに壊そうか。この下はどこに通じる。あ、なんか、え、なんか、え、なんかいるよ、あそこに影がある。あ、これまたあいつがいるのか。あのヒルみたいなやつね、でかいヒルみたいなやつ。まだ上行ける、もう行けないかな。こっちから来たんですよね。じゃあこっちか。モーションが優秀だから両手持ちにしてるんですが、盾は構えられない。あ、これがあの上、反対側から見てた、あれか。ね、風景か。あそこにいるなんかヒルみたいなやつ、あれも闇村の住人さんですよね。
影がある。ねえ、これ見てください、あの影。ってことはここより上にいるってことですよね。え、もっと上があるってこと、これ。でもこちら側から階段はなさそうなので、もう降りるしかないですよね、こっちね。じゃあまたあの怪しげな通路を渡っていく行って帰るんですが、ちょっとチユ見てみましょうか。チユね、魔法はどれだったかな、これか。チユ使用回数4回。あ、いけるか、使えるか、もしかして。うん、超独特のチユの魔術の一つ。うん、あ、必要能力値、履力当たらない履力が足らない。まあ回復は諦めましょう。深いな、闇村。深いぞ闇村、本当に。この先が例のとこでしたよね、ぐちゃぐちゃしたやついっぱいいるとこ。この上があるってことか。毒矢頭巾がいたとこですよね、ここね。で、下に行くとこ、犬っころさんがいっぱいいるところで、うん、バカ野郎、バカ野郎死にそうだぞ。バカ野郎、はい、ではですね、あえなくやられてしまったんですが、まずね、先ほどのソウルを回収しに行きましょう。くっそ悔しいな、闇村はちょっと闇が深すぎる。ソウルを回収して、ここはちょっと後回しだな。では、沼地の探索に引き続き戻ろうと思います。2万ソウル溜まっちゃいましたね。もう1レベル上げるのが一応ね3万ソウルなんですよ。行くぞ行くぞ、降りるぞ、降りますよ。おっ、バカ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 ー。はい、ということで、戻ってまいりました。はい。じゃあ、ソウル回収しに行きましょう。すぐね、すぐ右に入ってください。で、こいつがいるんで、こいつを叩き潰す。そして、ここを、ローリングして、またこいつを叩き潰す。そして、ここにエストが落ちてたら、あ、エストじゃない、私のソウルが落ちてたらいいんですが、上かな？上ですかね？ソウル落ちてんの。よいしょ。ここの、下かな、下で、どっちだと思います。下だな、多分下ですね、これ落ちてんの。もう場合によっては機関のコッペン対象ですね、これ。来るか来るか、あった、私のソウルまず回収する。よし、そして帰り道気をつけて登りましょう。帰りけんのこれ。よし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 。で、あよいしょ、危ねえ危ねえ。とりあえずソウルは回収しました。そしてこっち側に降りる準備をする。はい、ローリング、オッケーいいぞいいぞ。よし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 、とりあえず2万ソウル回収したので、じゃあ進んでいきましょうか。エストね、まだあるので。で、こっち行ってないのが、どこ行ってないですかね。とりあえずね、端っこをくまなく全部回ってみたいんですよね。このヒルさんがいるあたりは、ヒルさんはでも一撃倒せたんで、前回。あ、なんかある、やった、あれを取ろう。これは一体なんだ、ほら、毒、おー、なんだこれ、毒の霧、ボロ布帰ろう。はい、帰りまーす。よいしょ、アイテムはこれでもう回収したのかな。回収したことにしようか、これもうね、きついっす、毒。そしたら毒斬りみたいなのね、手に入れましたよね。これ魔法ですよね、多分ね。ここ魔法がいっぱいあるとこなんですね、これ多分。毒の霧、大沼ですら異端として知られた呪術師エンジーの独特の技、毒の霧を発生させる。今 F 字となり卵を背負ってエンジーは言葉も通じぬ異形の少女に仕えているらしい。そして防具かな。これボロ布というのを手に入れました。これがね、毒耐性が
あ、毒耐性が高いのか、これ。出血耐性、毒耐性。ほう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 、すごい。あ、これあれか。炎耐性も結構高いやつですね、これ。上級騎士系はね、そういうね、魔法防御とかあんまないんですよね。うん。はい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 。よし。まあ、とりあえずね、闇村のアイテムはこれ回収したということで、行かせていただきます、もう。私。そして、よいしょ。帰り道は、飛竜の谷川の方からね、抜けていこうと思います。でね、まあ一応ね、飛竜の谷側に行く前に、よっと。6000ソウルぐらいあったらね、あと1レベル上げられるので、まあね、その石の巨人と戦ってその能力値を上げてた、ソウルを稼いでたのもちょっとお見せできればいいかなと。よいしょ。飛竜のね、谷のドラゴンは、まあ、1000ソウルぐらいくれるみたいなんですが、戦って倒した時ね。ただ、ちょっと強いので、あそこで稼ぐっていうのはちょっと難しいかなと、ちょっと思ってるんですよね。まあ、今はね、結構鍛えてきたので、この能力でいけば余裕で勝てるのかもしれないですが、ちょっとね、試してないので分かんないです、まだ。はい。いやー、きつかったですね。きつかった、きつかった。なんとか、なんとか闇村をね、攻略したんじゃないでしょうか。はーい。まだ取り残しとかあったら嫌ですけど、ちょっと先に進んじゃいましょう。まあどうせならね、北の不思議にもう一回戻れるらしいんで、そこまでね、そこに戻るっていうのはね、一回やりたいんですよね。はい、ではですね、戻ってまいりました。で、こちらでですね、レベルもね、1レベル上げておりまして、で、体力値ですね、体力値に振っております。で、体力30になりました。で、まあこれでね、体力はもうしばらく上げなくていいと思いますので、これでね、他上がれば、他の能力上げていこうと思います。で、次はですね、ストーリー進めていきたいと思いますので、この先のね、まあお城ですね、お城に行くのと、飛竜の谷ですね、谷で、まあ、ドラゴンと戦って奥まで進んでいくっていうのをね、どっちかね、やってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。他の動画もやっておりますのでね、ぜひご覧になってください。あとチャンネル登録、グッド評価等もよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。